消防署もあれあれだろ、警察と同じで24時間なんだろ、8時半から8時半までだもんね、うん、だから明日の朝の8時半まで勤務だと思う。警察もそうだけど、なんでそうなってるか知らないけど24時間勤務だから、うん、だから三直にしたと人がつなぎ必要だからね、子供とか、うん、3人必要じゃん、うん、やっぱその8時間勤務って全部仕事があるわけじゃないからね、三直にしたとあれか、うん、4組必要だからな、待機の時間が長いわけだからね、うん、だって消防署なんてな、救急車以外はほとんど待機だろう、仕事は、うん、待機が仕事だろう、まあ、だから訓練が仕事になるもんだよね、うん、だから想像火事なんてあったら困るもん、困るもんね、だからそれいいことなんだけど、うん、だから待機が仕事でしょ、うん、だから要するに人を少なくしてやってね、うん、最適な人間だけどやるよってことに、うん、この電車短いんだな、うん、短い電車長いのばっかり見てるからよ、6畳分ぐらいだとその分短く感じる、8畳に住んだってそのうち、うん、もう乗り切んないじゃん、乗り切んないのか、うん、あ、8両だったら箱だけで大丈夫だ、うん、あの東西線が車両増やしたみたいに、うん、8両から10両にしたみたいに、東西線があれ箱だけ足したから、うん、箱だけ新しいのを作って、じゃあそのうち10両なんじゃないよ、まあ、10両にトンネルがあるから対応できるかどうか知らないけどな、それは分かんない、ホームが対応したかどうか知らないけど、あれがね、ホームが入りきれないから意味ないからな、うん、地上のホームだとね、例えば地下がないとね、うん、うまくできるけど立てるけどな、あの横須賀線がそうじゃん、長くして北鎌倉なんかあのホーム足したところが細くなってるんです、うん、足したところが後から広くできなくて土地がなくて、あ見て京葉線なんか自由に真ん中ホーム余ってるから多分15分まで通できるようになってるんじゃない、最初からもうあそこはそのように作ってあるんでしょ、ホームがピタカピタ、ね、何回もさ全国で余ってるんだよ、1ユーロ分ぐらい、だからあそこはそのように作って、最初からそのように作ってあるんでしょ、ホームは、うん、人がいっぱい乗るように乗るっていうか、総武線のバイブスで作ってるから、総武線の快速はこっちでもこれを言うと考えるだから作ってんだけど、いや急でも東京駅止まりじゃなくて延長しようって構想があるらしいから、東京駅から引っ張ろうっていう、新宿の方まで、まあ、実現性はかなり薄いらしいけど、実現性はかなり薄いらしいけど、引っ張るっていうことでできるのしてないでしょうけど、地下掘るあれが、うん、それなくてもいっぱい走ってんだもん、地下だ今だから地下ってもいろいろできたし、できたから実現ってかなり薄いけど、
母ちゃんあんないい車で金持ちなんだな。ゴエモンって読ませるな。木本正俊議員は風力発電会社の社長から3000万円の賄賂を受け取った疑いが持たれ、東京地検特捜部は関係先の捜査を進めている事件。風力発電会社側は当初秋本議員と共同で購入する競争家の代金として支払う。好きなさん、結構方は朝でもお客がいるんだね。今頃くて朝飯でしょ。朝飯でだから行き先に迷惑をかけないための矛盾の決断だと説明していますが、秋元議員の疑惑の発覚後、外務政務官を辞任し、自民党に投じていますが、どうしたらひと言どうですか。そうですね、一体だって1000万円漏らしたんじゃないかなっていう、まあ、これ今回一時的に厳しく追及されるので、おそらく逮捕起訴入ってんな。エネルギー産業をめぐる生産業の癒着の構図、もっと大きな構図みたいなものに我々厳しい目を向けていく必要があるのかなっていうこともちょっと思ったりはしますね。はい。袖ヶ浦ナンバーなんてのも朝飯だな。袖ヶ浦ナンバーなんてのはね、朝飯だよ、うん。この日、お盆の帰省ラッシュピークを迎えました。新型コロナが感染症法どこに裏道あったら朝飯食おうか、うん、裏道にあったら朝飯食おうか、自由行動出りがめんどくせえから待って待って来ねんで、自由席の乗車率最高 200% を超えたそうです。海外への出国もピークとなり、全日空の国際線予約数去年のおよそ2倍に達しました。8月11日は山の日の休日、登山客の急増に危険が予測される。明日走ってからどうせ踏みにどこ止まれとね、踏みにどこ止まれとね、休みの U ターンラッシュ、高速道路の混雑は今日からも始まりそうです。また東海道新幹線は今日がピークとなる見通しですが、
一番危ない休憩なしで走るの一番危ない。だからすげえなこうアルファードばっかり並べてよ。うん？アルファードばっかりこんな全部並べたのに。うん。こっちはノーアタック。みんなここ奥にあるのワンボックスで。そこ全部アルファードでしょ。うん。こっちはな裏も。ベルハイオンないじゃん。あ、こっちがベルハイオンだけど。だけ並んでるやん。買いに来るやん。マジでジュースばかし。ジュースばかし。200万ぐらいだよ。リリース。それはピンクが綺麗でしょ。もうあれがレクサスになってからさ。でああいう車の方が寝落ちが激しいから新車買って高い車はだからある一定とこまで来るとさなかなか下がんねえけど、うん、アボちゃんにだからあれさあの LS がさ3年間とすごい魅力的だけどさ、うん、アボちゃん分かるしさ今クランっていうクランじゃないじゃんって名前ばっかし LS がなんか300万とすげえ魅力的だけどレクサス LS300 万なら結構いいのあるんでしょ、うん、ああいう車少しぐらいクロス走ってたって中なんともねえから、うん、中島の子供がもう高校ぐらいなんだったからなんかあれだって言っても車もだから何もワンボックス買う人ねえじゃねえのとかうん、うんいや、K だよ、K。もう自分の欲しい車買っても文句言えないでしょって。うん、ああね、うん。一般は3000円ちょっと上がれば5000円幹部は1万円とかシルキは1万円でも2万円でもすぐ出すよ、うん、あの声かかれば、うん、あの幹部が思った以上の金が入ってくるよ、うん、どのぐらい信者がいるか知らないけどその金を多分レーガーで引くみたいなその金をだから余ったらプールしておくんだろうなそうそうそう全部使わないで。うん、日本のパスワードに生まれてもらうように繋がんなかった。そういう意味ではね、あの実際見てみてね、世界3位。それは幹部の人のあれ考え方とかね。だからよく戦ったんじゃないかなと自分たちの懐に入れちゃうかもしれない。うん
用具の深い人だと思う、うん、東田君は。怖かったんだけど、ここまで来たわけだから。帳簿なんかどうにでもできる。ベスト8ですか。帳簿は書いてんだろうけどよ。盆踊りは今年はあの見たら上から回ってきて、上の人も寄付してなかった、お父さんも寄付してなかったけど、いやあんまり金のことじゃない、霊感しかないから、あんまり問題になんねえってことはあんまりそういうのがねえのか少ねえのかと思って、うん、まあそうでしょう。ああでもな、この統一教会だけで騒いだの、だから統一教会その多分集めたから1万円ない1万円1億円違う、全部幹部のとこに入れちゃうから、人だから問題になってくるんだけど、していくやつも足んねえから騒いだのは、うん、他の立正厚生会なんか見てみよう、中野行ってあんだけの立派な、あまあ学校まであってやってて誰も騒がねえじゃない。だから集めた金をだから必要な分は使うけど、必要ない分はだからプールしてるのかなと思って、うん、だから分かんないけど、うん、余った分があるから引っ張るのは作れなかったもんね。総額かけたで金のこと何も騒がないじゃない。騒がないね。大学まであんだよ、うん、まあ、小学校とか中学校は知らないけど、大学だけしかねえってことはねえでしょ、うん、大学を作ったってことは下からあるんじゃないの、わかんないけど高校あるよね、うん、だから中学知らない、だから小中学校は知らないけどね、一番先に大学を作ったんだもん、八王子に一山買って、一山買えば学校全部作れるでしょうよ、うん、いやな、これキャッター信じられないよ、うん、ちゃんといっぱいあるから、可愛いだろ、ナンバー取ってあってさ、とすぐあれだろ、すぐナンバー今つかねえから、トラックだって明日建築だって使うときは道路工事だろうがなんだろうがすぐ使いたいんだもん、うん、だからでしょ、うん、すぐだから軽がナンバー取って置いてあるのと同じだろ、うん、の使ってるうちにほら、あのあれできるから名義変更、全部みんな一緒にしてくださいよ、だから最初やるときからこういう問題は起きるだろうなっていうことは言われてたんで、ね、ただその間税金払ってるの大変だけど、うん、あれは今こう勝つですよね、勝つ勝つですよ、どうですか球場に NTV に、あ、そうか、いやこの環境を整えるってことはまず整えなきゃいけない、会社は30ナンバーついてると売れるまで税金払ってなきゃなんで、免疫変更終わるまでよ、その間大変だけど、ついてないの、この先バイクのその他待ち伏せエリアに注意してください。なんだね。守備ではセカンド吉川直樹がファインプレー。打線は坂本。
カでも言っちゃうのね、黄色ぐらいなら分かる、うん、だってもうここで溜まってんだから意味ねえだろ、意味ねえよ、ここで信号無視やってたって、うん、でその辺におまわりさんでもいいから、うーっとおしまいじゃん、おしまいだよ、あれ簡単に仕込みじゃんねえ、うん、ならよ、でも変な格好してない、うん、それでも8連勝中の勢いはこの程度では止まりません、こういうとこはその辺におまわりさんいる時あるもん、あるね、そうとか、うん、そして試合が5時間を超えた延長12回裏、ノーアウト満塁の大チャンスを作って、うーって入ってるまでよだもんね、うん、くだらないことでね、コールド免許もパーだもんね、それ、うん、もしコールドだったら、今はゴールド免許の人が多いでしょ、多いと思うよ、昔と違ってゴールドメリット、メリットは何もねえだろ、ゴールド免許、うん、腰止め楽、あれな、あれがないとな、うん、すごく安い、あのあれがないから、講習お父さんが脇で待ってたもん、2時間講習とかないから、一般講習で結構高いよね、うん、結構収入値が結構取られるからね、の時にあれが多かった、おばさんがそのリハも何もなくてほら、うん、講習がない人、おばさん多いよ、多い、おばさんが多かった、あれはあんまり乗らないからろ車、うん、ペーパー多いもん、ペーパーだから、うん、こういう若いピッチャーが一応先発で頑張れるようなピッチングはしだしたら、どっちがジャイアンツですね、ジャイアンツ、 DeNA はさっき言った阪神と同じ先発両対象のピッチャーがピエッと決まり出してきた、それ追いつけるかどうかってどうなんや、味噌なんですけど、だって同じ講習に来てるのになんで俺の収入していっぱい買ったのかと思うもん、うん、捕まってんだろうね、でしょうね、うん、おばさんがね、うん、俺の中でおばさんは近所しか飲んでんしさ、おばさんは捕まんのは知り合いなんだろう、人が多いんだろうけど、おばさんだから俺より近所しか飲んでるしさ、免許が長くてもさまあ同じゴールだと思うんだけど、想像かつゴールなんだけど、ゴールじゃねえってことは使わってんだろうね、そうそうそう、何やったのと思う、うん、ああいう一時停止とかさ駐車違反とかそういうくだらねえのおばさんが捕まんのだろうね、スピード違反では捕まんねえの、一回だけ一般講師の隣になんかゴールのおじさんが座ったから、うん、あれ何やったんですかって聞いた、ちょっとねスピードでねとか言ったおじさんはあるよね、ゴールでもスピードでね、あスピードはある、うん、だって例えばお父さんなんかそんな制限速度なんて走ってねえもん、うん、いやーよーって気持ちよく走ったらよ、あっ、しょうがねえ、スピード違反はしょうがねえ、こういう道だってなピタリ30キロとか40キロ走ってる人はいないでしょ、たまたま夜誰もいなくついてたからよ、たまたついてたからよ、うん、立ってる、あっそういう感じで多いよね、そしたら気持ちよく走ったらよ、うん、あ誰か立ってる、あでも一回それだけなんだよね、うん、何回も止まってないんだよね、今のバイクはピンクナンバーでもあんな細いタイヤなの？ってことはこれあれなんだ、排気量そんなにないんだ、うん、ピンクナンバーだからあれか、カブの110ぐらいか、うん、
ができたのか。それはソマリアの陸上で100以下だときっと親戚関係あ黄色だろうから、うん、あれだ、株でもピンクとか黄色とあれか車を出していいから、うん、小道あれか49とか制限速度していいのか。そうだ、車と同じだから、うん、走るのは、うん、ただ高速道路走れないだけで、うん、ピンクナンバーってことはあれか、速度あれやってないようなもんだから中の出していいのか。じゃあ60とかなるってやって、うん、普通車と一緒に走っていいんだよ、ね、ピンクナンバーは。黄色もそうだよ、うん、ベンチャルじゃねえから、うん、自動車専用道路は走れんのかね。走れない、走れない、走れない、無理か、バイパスなんかだ、K じゃないと。元から行けない、全然いるか。見てた人はびっくりしたもんね。どうなんだろうって。あの選手、本当に選手なんだと思いますよね。選手じゃないんですか。はい、全国公社かな。そう、はい。だからあの250が一番いいの、 K ナンバーで免許証が乗れたから、うん、250だったらもうほら2人乗りもできるし、あのあれも高速道路も走れるから、免許証のあれが変わったか分かんねえよ、うん、だからあのお前さん乗ってもオートマ限定だったと思うよ、あのバイクの原付のあれになってる。誰が乗りだと思うよ。だから お前さんがなんで誰でも乗ってるのかと、みんながそうだ大型持ってると思えないから、思えないから。普通車の免許を持っててます、うん、だから原付のオートマ限定で免許を持ってた、うん、そういうの専門の専用のだからそれ講習だけ取るんじゃないの。だからお前さんに聞きたいもん、おたくらはみんな自動二輪持ってんのって。持ってねえはずだから、うん、まあ白バイの人は別だけどよ、うん、あ、こういう免許があるんですよって教えてくれるかもしれない。あれはな、うん、それお前さんだけかもしれない。いや、月間中にはベストカーに書いてあったから一般人も取れるはず、うん、え、わかんないけどベストカーに書いてあったもん。あのピンクナンバーに乗ろうと書いてたもん、どっち金太郎にスクーターに乗ろうって、うん、途中で剣が違うんだから。
パンカと違うよね。注意してください。次のジャンプでプロ転向の2勝目です。卓球の A リーグ、木下対琉球。まああとは国交省のあの事務所がどうやるかで、この剣道でしょ。剣道だから剣道は国交省のノータッチだよね。ノータッチだけど知らないよ、これ。だから県境だから半分ずつだから話し合うしかないだろう、うん、橋だから半分はやって、うちの方は予算がねえからっていうわけにもいかねえだろう。意外と思うけどね、橋は、うん、半分だけでね、橋が浄化したから肩を突っ込めたら意味がねえもんね。やったもんね、やったもんね。意味ないだから、うん、それはあれなんだろう、やるときは話し合うんだろう、お互いに。だろうね。担当の人同士で橋はね、片方だけメンタルしたから片方と片方が何もしたかったから老朽化ダメだったら本当にはねえもん、まずいもん、うん、それこそ3倍な裁判沙汰になっちゃう、うん。流れが悪くなったからバスさんがいたんだ、うん、こういう意味でめったにバスさんとぶっつかねえけどな、やっぱり朝だから。ああいう時 K だとあれなんだよと思うだろうな、俺が言ってんのにって、うん、思うよ。縦に無勢だから、縦に無勢だから、ね、うん、大勢来るとね、うん、ブレーキ踏んじゃうよね、うん、まだ距離があったから、うん、あれトラックなんかだっけと出ていかないんだよ、うん、でっかいから、うん、前の車は分かんないよ、タコで来たとか分かんないで。ああ、一番先頭はね、これだから分かんないよ、うん、レンタカーだからさ、じゃかもしれない。要はあのみんなが言ってる理由がさ、そうみんなが言ってるから俺も行こうでって、タコで行くかどうか分かんないよ。29万どのぐらい古いんだろう。マツダ。古いだ、作ってない。もう作ってない。だからどのぐらい古いんだろうって。それわかんない。29万じゃもう20年とか経ってんのかな。わからない。これ格好の時だからね。うん、わかんないよな。20年ぐらい前だと同じ格好だから。あれは4ナンバーでしょ。うん。ボンゴラが4ナンバー。ボンゴラ5ナンバーもうあの子はない。ヨナマダのコダマダはバンだからいいけど、うん、勝手故障しなければいいんだよ。マツダじゃやべえ。お父さんもマツダの軽1年ぐらい乗ったことあるから、ね、初めて買った車マツダの軽だから、うん、車は中古で、解体屋行ってエンジンかけて、あエンジンかかると回った、あこれいいやつ。